起訴状によりますと、札幌市の池田里奈被告は去年、長女のことりちゃん当時2歳に十分な食事を与えなかった上、交際相手の暴行で負った怪我の治療もせずに放置し、衰弱死させました今日行われた3回目の被告人質問で、池田被告は、亡くなる前の食事について証言しました。検察がが意識障害が出てていいたと主張している期間も、 魚料理やヨーグルトなど1日3食あげるようにしていたと話しましたその上で弁護側は小鳥ちゃんが喉に嘔吐物を詰まらせ窒息により急死したと主張対して検察側は栄養不足などにより徐々にぐったりとしていき衰弱死したと主張していますこれまでのやり取りを聞いた裁判官は 窒息死だったとしてもちゃんと栄養を与えていたら吐き出す力があってこうはならなかったとは思いませんか今となってはもっと食事を気をつければよかったと思います窒息死であれば死への責任がなかったことになるのかという検察側と弁護側の争いへ疑問が投げかけられた今日の裁判明日は 検察からの休憩が言い渡されます。